コロンボ県は、スリランカ西海岸の西部州に属する県。県内には、方、県とはコロンボ。コロンボの WTG とバックタワーコロンボ県は、スリランカ西海岸西部州の中央部に位置しており、北で、同じく西部州、ガンパハ県、南で、カルタラ県、北東で、サバラガムワ州、ケガラ県、南東で、ラトゥナプラ県、そして、西で、インド洋と接する。 北のガンパハ県は1978年にコロンボ県の北部が分割されて作られた県である。県内にはスリランカ最大の都市コロンボとその衛星都市が多数存在しており、面積が642平方キロメートルとスリランカで最も小さい県であるにもかかわらず、2012年、 現在の人口は230万9809人と最も人口密度の高い県となっている。コロンボ県を一つの都市とみなした場合、依然として首都はコロンボにあり、政治、経済、文化の中心としてあり続けているとも言える。コロンボ県に首都が置かれたのは15世紀の皇帝、王国の時代からであるが、以後ポルトガル、オランダ、イギリスの植民地時代を通じて、 さらには独立後も、この地域がスリランカの行政、経済の中心となっている。コロンボ周辺地域の衛星写真。ケラニ川が県の北側を流れている。コロンボ県はスリランカ西海岸のインド洋と中央高地に挟まれた平野部にあり、南北に並ぶ西部州三県の中央に位置する。東西に伸びた形状をしており、ケラニ川が 北のガンパハ県との境界を構成する。県の北西端、ケラニ、川川口付近のインド洋に面した地点には、スリランカ最大の都市コロンボが存在する。コロンボは、スリランカの交通の中心地でもあり、コロンボを起点に、道路網や鉄道網が、コロンボ県を越えて全国へと放射状に広がっている。コロンボ市街は、周辺地域をものみ込み、コロンボ都市圏を構成している。 コロンボ中心部から南東に約1 0トルの地点には法律上の首都であるスリジャヤ・ワルダナプラコッテが存在する。コロンボ県は13の軍から構成されている。軍はさらに566の GN 地区から構成されている。2012年時点のコロンボ県の人口は230万9809人であり、スリランカで最大の人口と人口密度を持つ県である。 スリランカの多数派民族であるシンハラ人が多くを占めるが、少数派民族であるスリランカムアやスリランカタミルも多く居住している。ありがとうございます。